ってでしたか。オラってでしたか。います。オラってでしたか。オラテレシャカオラテレシャカオラテレシャカシーズン2 一言でいいの She's from Kobe. Okay. Kobe, どこ行ったらいい？ Kobe, 私全然わからない。Kobe は、Kobe の中心街、厳しいスイーツがいっぱいある。He said they have a lot of sweets in the center of Kobe. 日本に来たいって言ったら、どこがいいのか。Oh, that's true. やっぱり浅草寺とかじゃないですか。The temple in Asakusa we went to. The big temple. ね、来るんだったら、今だったらスカイツリー、東京スカイツリー行って、でもやっぱり東京タワーに行ってほしいかな。東京だけダメなのか。日本。そしたら私やっぱりおすすめはね、熱海スカイツリーといったところだけど、熱海の日本館かな。どうもありがとうございました。ちょっとある？でもいいし、はい、人でもいいし、はい、あとメキシコで何を喋ってるかっていうのと、あと有名人誰かもし知ってたらメキシコに。で、あとメキシコは一個一個言ってた方がいいんじゃない？そうだ、ね、言っちゃった。はい、お待たせいたしました。こちらが、アップルティーです。はい。メキシコって聞いてなんかイメージすることはありますか？あんま食べ物とか知らないんですけど、イメージとしてあのドンタコスにお菓子のドンタコスにジャパニーズスナックドンタコスっていうCM ドンタコスからドンタコスって言うんですよね。それがなんかわかんないけど勝手になんか、ね、イメージこうなイメージが多分間違ってない気がするあとじゃあメキシコで何語喋ってるの、はい、何語だろう。分かんなかったら分かんない、適当に答えてみます。英語？英語ですかね。英語？アスペイン語。あと、あ、有名人誰か知ってますか？俳優さんでも何でも、スポーツ選手でも何でも。分かんなかったら分かんない。分かんない、ね、はい。で、あと最後に、はい、あと日本から来る観光客の人になんかアドバイスとか、ここ行ったらいいよとか、ここ持ってきたらいいよとか、なんかあったり。今メキシコで結構日本の若い人たちに日本の文化とか漫画とかそういうの結構人気あって、はい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 、興味があるらしいんで、はい、そういう人たちにおすすめの場所があったら、おすすめの場所ここですかね。ここ。Good sales person. She said it's here. They should come here to buy. Nice. Well, oh, you just ask her to say hi then. Ah, で、あと、チャンネルの名前がテレシャカっていうチャンネルなので、で、オラっていうのがスペイン語でこんにちはっていうんですけど、オラテレシャカってカメラに最後に撮るので、オラテレシャカ。テレシャカで。はい、わかりました。いい、せーの。オラテレシャカ。はい。You know, you remember the question? Oh. Okay. Yeah, Mickey, are you filming? Yeah, hold on. This is. That's what we're doing.
一緒に写ってくださいね。そうだね。とメキシコといったら何イメージしますか？食べるものでも何でも、人でも何でも。メキシコ。うん、これ。なんだっけ、なんだっけこれ。こういうやつ。サンバ。サンバじゃなくて。メキシコ。うん、え？メキシコってあれだよね、なんか飯あるよね、なんか有名なメキシコ、なんかタコス、あー、じゃあ、メキシコで何語喋ってるか分かりますか？何語？メキシコってどこだっけ？アメリカのちょっと下で、あー、あー、コロンビア、英語？英語、英語、英語じゃないの？ちょっと違う、ちょっと違う、スペイン語。で、あとは、何だっけ、これ、 If they know any famous person、 あ、なんかメキシコ人で有名人誰か知ってますか？知らない知らない。じゃあ、最後に、メキシコから来る、今日本、あ、メキシコで日本の文化とかがちょっと人気になってるんですけど、メキシコから来る観光客の人にここ行ったらいいよとか、なんかアドバイスがあったら、あ、日本の、日本に吉祥寺です。吉祥寺、日本でどこでも、東京じゃなくてもいいし、浅草、一番いい方なんですよ、上野とか、 and the park in 上野エリア、広島のお好み焼き食べてます。おいしい。 He said the pancakes, you know, the Japanese pancake with a lot of stuff inside. And they are famous from the west side, west of Japan. And he said he should goOh, nice. Sakura, cherry blossom. Oh, Sakura. Oh, and just please tell him, say hi. で、最後に、チャンネルの名前がテレシャカっていう名前なんですけど、オラっていうのがスペイン語でこんにちはっていう意味で、最後に二人でオラテレシャカってカメラに向かって、オラテレシャカ、オラテレシャカって言ってもらっていいですか？オラテレシャカ。はい、ありがとう。いやいや、大丈夫？はい、大丈夫。メキシコって聞いて何イメージしますか？食べ物でもいいし、タコス。タコス。メキシカンライス。メキシカンライス。鮮やかな街。Bright, like the many colors. でっかいカブトムシ。The huge beetle is there? Yeah.知らなかった。あとメキシコで何語喋ってるか分かりますか？メキシカン語。メキシカン語。アラビア。アラビア語。ドイツ。ドイツ。ジャーマン。面白い。なんか太鼓みたいな叩いてる。タイ語。タイ語。自然タイ。ちょっと違う。スペイン語。ああ。あとなんだっけ。あ、有名人誰か、メキシコ人で。メキシコ。俳優さんでもスポーツ選手でも。サンコン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 アフリカ？わかんない。あと今日本、メキシコで日本若い人たちに日本の文化とかがちょっと有名になってるんですけど、そういう人たちが日本に来たいって言ってて、そういう人たちになんかここ行ったらいいよとか、日本でアドバイスとかあったらぜひ。スガモ。スガモ。remember スガモ？で、you went for the swimming pool。京都。あ、調布、東京都調布市神代寺。あ、神代寺。It's a temple there。日本は寒いので気をつけてください。It's cold, so be careful too。もしメキシコ人の人が日本に来るとしたら、何かアドバイスありますか？アドバイスとかメッセージ。アドバイス。日本は超安全な国だから、なんだろう。